ソフトバンク王貞治球団会長が、24日深夜放送のテレビ朝日スポーツ番組 VTR で出演。今春の WBC で侍ジャパンを率いた栗山英樹と対談し、大谷翔平投手について語った。王氏はアメリカに行きたい、大谷選手のようにと思っている選手や子供たちもたくさんいるでしょう。だけど、果たして彼がやってきたことを、グラウンド外のことも含めてできるかどうかですよ、と指摘。彼はそういう意味じゃ、大変厳しい自分に対する規律も欠けてやったりしている。彼のような欲望をそういう風な形で、自分にいろんなことを課しながらやれる選手が出てくるかどうか。彼が特別だって言ってたんじゃ、近づけないですから。日本の選手たちも、いずれはメジャーでって思うんでしょうけれど。ただメジャーでプレイするだけじゃなくてどうせ行くなら、大谷くんくらいのところまで行こうという気持ちで取り組んでほしい、と述べた。ありがたいお言葉やな。王さんはいつまでも熱い。まさに憧れるのはやめましょうだな。大谷翔平に憧れるのはやめましょう。さすが、王さん。憧れでなくってことやな。いや、あの体格は特別。身長はどうにもならん。体格差は仕方ないとしても、その中での自分のベストを尽くすということやな。球場以外の場所での立ち振る舞いも試合に影響する。だから、常に自分に対する正しい規律を持っておくべき。すべてのスポーツ経験者に聞かせてあげたい。グランドでの成績は、グランド外での取り組みの成果だということやな。王さんを超える人は現れないだろうな、と思ってたが、もちろん記録こそ大谷選手が、王さんを超えることはないだろうけど、スケール感で言ったら、とんでもなく超えていったな。王さんは特別大きな体格ではないのにあれだけ打ったのだからすごい。大谷は野球に対して徹底してストイックなところがすごい。王さんは見るだけで幸せ。いや、見なくても元気でいてくれるだけで幸せ。